はい、どうもこんにちは、こんばんは、カメです。ということで皆さんね、お正月はどうお過ごしでしょうか。僕はやっと家に帰ってこれたね。ちょっと2日ぐらいからちょっとお仕事にですね、ちょっと行ってたんですけど、なんとか帰ってこれました。ということでですね、僕がいない間になんかアップデートが来たみたいでですね、ちょっとこれ紹介できなくてちょっと本当に申し訳ないんですけど、なんと皆さんまたね、次のアップデートですね。そう、次のアップデートの情報が入ってまいりました。でですね、次のアップデート、おそらくですね、1月16日にあると思います。はい、1月の16日に次アップデートあると思うんですけど、今回ね、カメさん一番期待できる。で、この前ですね、11月の7日にレイブン氏のアップデートがあったじゃないですか。そう、レイブン氏が登場するよっていうアップデートがあったんですけど、それよりカメさん楽しみである。うん、あのね、正直言ってね、あのレイブン氏の時のアップデートって、あ、また新マップか、あ、またやること増えるんかみたいな感じだったんですけど、正直言って今回のアップデートマジでやばいんで、もう最後までね、もうドギボーを抜くかもしれないアップデートをですね、アップデート情報を、最新情報をお届けするので、皆さん最後までぜひぜひ見ていってください。それでは行きましょうか。はい、それではですね、まあ、アップデートですね、そう、アップデートの情報をちょっと発表していくんですけど、ちょっとその前にね、まあ一つあって、で、限定衣装が1月の8から、15か、そう、8から15の間に、限定衣装があるみたいです。で、これ結構短いよね。8から15といえば、うん。8から15といえば、まあ結構短い期間なんで、みんな、皆さん、お課金の準備を、しておくように、しましょう。お課金ね、これ限定衣装なんで、そうそう、限定衣装なんで、ここだけしか買えないんでね、もう皆さんぜひぜひ、もう見逃さず、そうそう、取っておきましょう。で、これは置いとく、うん、これは置いといて、今回ね、そう、今回の本題の、1月16日のアップデートなんですけど、これ来ました。これね、結構判明してて、で、ツイッターの方ですね、非公式さんっていう、まあ、ライフアクターのですね、最新情報とかを結構なんか、そうそう、毎回、そう、発表っていうか、ツイートしてくれてる方がいて、まあ、その人からね、まあ、入ってきた情報なんですけど、これね、テストサーバーですね、そう、テストサーバーの方で、結構いろんなアップデートが来てるみたいでですね、これね、そう、まあ、タンスとか、まあ、倉庫とかあるじゃないですか。で、皆さんね、まあ、武器とか、よし、じゃあ最初に行こう。あ、あれ、辻竿どこ行ったみたいなさ。あ、じゃあ、ちょっと金買えないし、公文紙売ろうかなっていう時に、公文紙が見つからなかったり、ね、反省費が見つからなかったりっていう時あると思うんですよ。これね、探索機能がですね、そう、キャビネットの探索機能が多分1月16日の時に追加されます。これね、これ結構いいよね。うん。探索機能、そう。タンスの中とかに、まあ、料理とかさ、あと、物資とかさ、そう、見当たらないものがあれば、これで、検索して、で、もうすぐにね、取り出すことができるみたいです。で、これね、一つ。これだけででかいでしょ、皆さん。これだけででかい。で、もう一つなんですけど、コレクションブックですね。コレクションブックがどうやら実装されるみたいです。でね、これなんですけど、まあ、まあ、モンスターとかですね、感染者とか、物資とかの、まあ、情報とかがあるみたいで、これね、報酬とかですね、まあでもね、今でも一応あるっちゃあるんですよ。これですね、これあるっちゃあるんですけど、多分ね、ここのとこに、また項目がですね、これね、そう、コレクションブックっていうのが多分一つ、もう一つ追加されると思うんですよね。そう、まあ、モンスターの詳細とかっていう、感染者の詳細とか、あと物資の、まあ、説明とかなんかな、ちょっと、まあ、ゲットしたらどんどんコレクションブックが埋まっていくっていう感じなので、そう、それでですね、まあ、金塊とかね、製法書の、ガチャチケットとかがもらえるっていう感じになると思います。それが一つね。そう。でね、これがメイン。マジのメインなんですけど、正直言ってね、亀さんが一番楽しみなのはこれよ。うん、そうそう。でね、そのレイブン氏が実装された時のアップデートより、こっちのアップデートの方が楽しみって言ってるのは、これです。本当に今から言うのです。でね、これなんですけど、まあね、これもね、非公式さんの方のツイートから、まあツイートされてたものなんですけど、これ多分運営が答えてるのかな？うん。
多分運営が答えてると思うんですけども、ベイブーシーですね、この八重地を、この八重地をですね、そう、この、八重地をどうやらベイブーシーに移す計画が計画されてるようです。はい。でね、これがマジで楽しみなんですよ、僕。うん、本当に楽しみで、なんかね、いろいろあるみたいなんですよね。そう、アスファルトのなんか道路とか、あと、なんか、コミュニティパークですね。まあ、遊園地と言ったらいいのかな。で、あと、まあ、その、まあ、人類は、八重地市民公園、あと、オートバイ、ね、あと、ピストルとか、あと、シールドとかを手に入れるようになるみたいです。これ来たね、マジで。本当にね、神さんが望んでたっていうのはこういうことなんですよ。どういうことやねんっていうことなんですけど、あのね、八重地とかさ、なんか交易エリアとかさ、他の、なんか八重地に行ったとしても、大体同じ景色じゃないですか。もうこういうさ、こう広場飽きたじゃないですか、この広場。ね、この広場めちゃくちゃ飽きて、多分ね、レイブン市に、八重地を移すことによって、この広場が変わったり、なんか公園とかね、そう、八重地に公園とか置かれたり、あと、オートバイかい。オートバイ。オートバイとかっていうのが、どうやら、実装されるようになるみたいです。多分ね、これ結構いろんな機能あるよね。うん。まあ、ちょっとね、僕からちょっと、まあ、注文っちゃ注文なんですけど、これ八重地ごとにさ、もうちょっと変えれるようにしようし、マジで。これあるじゃないですか、市役所。ね。市役所とかさ、もうちょっと和風とかさ、そう、和風とかにできるようにできればね、ちょっといいかなと思うんですけど、本当にね、僕はそういうの望んでた、マジで。こういうアップデート。マジで、皆さん楽しみじゃないですか。でね、ライフアクターって結構、まあ、PVP 要素ね、PVP 要素を頑張ってる方とか、PVP 要素を頑張ってる方とかいると思うんですけど、結構ライフアクターってね、女性の方が結構、まあまあ他のゲームに比べているかなっていう感じだと思うんですよ。で、そこですね、そう、その理由に、まあ一つ当てはまるっていうのが、まあ、荘園とかですね。そう、荘園とか、まあこういうね、なんか出てんね。まあね、そうそう、こういうね、家の建築とかあるじゃないですか。こういう家の建築とかが、やっぱりその女性の方とかを、まあその、こういう風に感じで、もう引き寄せてるっていうか、そう、女性の方でも、まあ、できるゲームだよっていう。どういうことやってね。そう、皆さんさ、まあ女性の方って結構こういう家具とかさ、家とか作るのって結構好きだと思うんですよ。その一つがね、そう、本当にライフアクターが、まあ結構そういう、まあ年齢層とかさ、性別とか関係なく、まあやれてるのかなっていうのが一つの原因だと思うんで、本当にね、そう、八重地の装飾とかができるっていうのは本当にでかいと思う。本当に、マジで。八重地の雰囲気とかが変えれるっていうのは、まあすごくでかいと思うし、ね、こういうさ、多分配置とかも変えれると思うのよ。これね。そう。これ並びとかあるじゃないですか。こういう風な感じで。ね。荘園の、なんか並びとか。多分これも変えれるとは思うんですよ。ね。ちょっと、変えれなかったら申し訳ないと思うんですけど、多分ね、結構、八重地のさ、そういう雰囲気とか変えれるようになるんで、ちょっと今回マジで来るかなと思うんですよね。今回のアップデート。ということでね、もう皆さん、ぜひぜひ楽しみにしておきましょう。まあね、今回の動画は、まあ、主にっていうかね、まあまあまあ、本当に重要な、まあ、アップデートっていうかね、アップデート要素とか、まあ、紹介したっていうわけで。まあね、他にも結構あるみたいです。まあ、称号とかですね。まあ、称号とかが、まあ、結構新しいやつとかですね、まあ、実装されるみたいなんですけど、本当に、今ね、紹介したやつ以外でも、もちろん新しいね、そう、もっと他にもね、いろんなアップデートがあるので、皆さん1月16日のアップデート期待しておきましょう。ということでね、皆さん高評価とあとチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは今回これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。